はい、お疲れ様です。ちょっとね、堀さんと内川さんの動画立て続けに見て、なんか、めちゃくちゃ昔みたいに、マジで冷や汗出てきた。やばいな。ちょっと本当になんかメンタルきつくなってきちゃったんで。はい、ちょっと一旦ちょっと気分変えて。はい、今日はですね、もう出かけるということで、あんまり清掃せずに、シャツ着てますけど、はい、こちら何しとんシャツはね、ユニクロで、こちらありますので、パーカーとかね、選べますんでね、アイテムね。結構デザインも可愛いですし。で、新しい方のこっちは、麻雀のこのモノグラム柄。この柄がね、とても可愛いですしね。はい、もしよかったら見てみてください。結構、デザインとかもこだわってますんで。ユニクロにあります。はい。配信見てる人は下の URL。ツイッターの人は、あ、そっか、俺動画の説明を入れてないのか。入れないとな。ちょっと動画の方にもリンクなるべく入れときますね。はい。まあ、ちょっと俺のツイートで、ユニクロに陳列されてませんか、か？ツイーターの検索で、川村0603スペース、シャツとかユニクロで検索したら、多分そのツイートは検索たどり着くかなと思いますけど。はい。じゃあやってみますか。はい。じゃあ最後ね、渡辺さん。今週も皆さんお疲れ様でした。今週もありがとう。はい。じゃあ、最後に渡辺さん見てね。渡辺さんは、まあ一番、俺と麻雀近いなーって言ってた時期もあるので、まあ期待して見ていきましょう。はい。じゃあね、みんなもね、ありがとうね、今週も。で、俺ちょっと東京行くので、月曜日に帰ってくると思うんだけど、ちょっと何が起こるかわかんないので、俺の人生ね。はい。まあ一応今のところは月曜の眠り具配信に帰ってくる予定だけど、もしかしたらそのまま東京でね、暮らしてるかもしれないですね。知らないでね。YouTube に対してね。はい。たまに流れる音楽が好きなんですが、プレイリストないな、俺が全部作ってるやつだから、どうしても音楽でこの曲好きだってなれば、個人的に DM 送ってもらえれば。うん。まあ一応何曲も何曲もだとね、まあ、D、あの、メンバーシップとか、スパチャ入、してくださいって言ってんだけど、まあ一曲だけどうしてもこの曲好き、好きとかなら、タイトル名言ってくれたら個人的にあげますので、データね、言ってください。まあプレイリストとかないです。もうどこにもないです。180曲がリピート。住み込むかもしれない。うん。いや、闇バイトじゃないです。リスナーさんに、麻雀誘っていただいて、招待していただいたんで、ちょっと行ってきます。明日ね、7時の新幹線乗って行ってきます。はい。じゃあ、そんな感じでやっていきますね。はい。とにかく、ペイチャードラッパ、ヒューマンね。これ手配悪すぎやろう。はい。イーソー切る。まあ、ローソーからね。2、4、ロー、8しね。うん。はい。うん。まあ、ちょっと、これは手配悪すぎということで。はい。うん。厄介重なった。あ、これもローピンか。ああ。まあまあまあ。うん。まあまあまあ。はい。ちょっと悪すぎということで。はい。はーい。うん、ただ、つもいいな。うん。まあ、麻雀ね、こいつももありますからね。うん。まあ、俺は、大地だから、なんつったっけ。言いそうつったっけ。うん。まあ、結構、丁寧に言っていくとね、これもまあ、パンパンに言ってたら、うん。普通の免税の春生もあるような、つもりだからね。まあ、少なくても40名ぐらいまではツモを見るっていうのを皆さんは意識していいかなと思います。まあ、M リーグだとちょっと特殊な麻雀なんでね。あれですけど。うん。まあ、こういうツモ来ることよくあるんでね。ハイパーいくら悪くてもね。うん。うん、おお、テンポだ。すごいあれだな。はい、リーチ、ペコ、ドレッチ、テンポと。うん。まあ、これはちょっと特殊な、もう手配悪すぎたんで。はい。では、渡辺さん、とにかくシャーチャドラ急走。まあ、これも変だなぁ。え？ポンせんのか。ポンしかねえだろ、こんなもん。うん。リーパイしてた途中か。うん。はい。ちょっとポンしかないんで。ちょっとこれは残念ですね。うん。威嚇も込めてポンしかないもんね、こんなってね。はい。ポンして数万ウソ、リアンソ全部来て。地に着いてください。はい。うん。これ普通に行くんだよ。うん。はーい。まあ、ちょっとドラも何もないんで、普通にいてもね。
はい、リーチ入った。はい、これだけ物残っててよかったね。ポンシだからね。キューピー残ってたね。はい、では、あ、これはやっとまともにできた。はーい、チューン切って進みに行く。情報、そういう感じなんだ。いいな。めっちゃいいな。他のエミリーだったらもう、やっぱドラ酸素だからね。チューン切るもんね。ああ、確かにこれ、リアン素酸素引いても相当きついから、もうチューン重なり見て、最速上がり見るか。まあ、他のエミリーガの方針は、そもそもチューン重なってポンしても安すぎるから、まあ、やっぱりドラ受け見て、リアン素酸素引いたら面前で、普通に高い手あるんで、っていう感じだよな。ああ。おもろいな。はい。いいんじゃないかな、これは。おお、チュンカさんと行く。はい、3万切る。まあ、リアンピックか。リアンピック切る。急走切る。ウーマン切る。ね。はい、もういいシャンテンで。あとは、普通に。チーマンから切る。あ、いいね。俺もチーマンから切るね。なかなか見ないよね、これね。普段俺の、あれ見てる人は、俺はめっちゃから切ってるだろうなっていうチーマンだけど。チーマンつもぎった後に、一寸は入って、チーマン手出しリーチが、9万関連牌だなってなっちゃうんで。だから、チーマン手出しするとね、チーマンチーマンでリーチだと、その周辺の何か持ってるかはわからないので、すぐにリーチできた時にね、チーマンから切るのがいいから。で、まあ、結構俺こういうから切りとか手出しとかは、Mリーガーも、無意識に結構見てるけど、まあ大体みんなつもぎるけどな。これも、俺の好みと合うね。はい、シードさんいらっしゃい。あ、世代さんいらっしゃい。堀さんね、堀さんめっちゃ乗ってんな。はい、リチャイって横移動した。はい、トンさん曲なんちゃドラウマン。これまた来たね。普通にドラが。まあちょっと手配良くないけど、まあドラいっぱいあるんで。はーい。まあ、リャンマン切る。違うか。タイヤをがっつり見るか。まあいいや、リャンマンかトンか切る。リャンマンでした。はい、トン切る。パーマン切るのかな。パーマン。赤ウーマンがさすがにね。はい。急走かトンは、急走かな。急走切る。でもかなりなんか他の人に比べたらめちゃくちゃ面数にやっぱな。もうほぼなんか、その、変なあれがないからね。はい。じゃあ、いいピン。はい。マジか。まあ、いいピン来たら、ペンロスとチーとかいけるけどな。まあ、あとは単純に数層のが枚数あるし、まぁ、ちょっといいピンしか来たことない。まぁ、ローソチーしてね、サブロマカスソのタンヤドラさんシャンテンもいけるんで、まあ最終形はもちろんこっちの方がいいって見えるかもしれんけど、ただそもそも枚数少ないからな。いいピンで。はい。3-5の変化もあるしね。まあ別に、ローソチーから入らなくても、いいピンいいピン来てる間にローソ引いたらな、タンヤも天秤かけながら、いいシャンテンも取れるしな。はい。これで見やすいって他の人どんだけひねってんね。はい、酸素を切った。HP 以外切るものない。何してんねん。褒めた途端これか。まあ結果論だけど。はい、まあほとんどの人が。100人中99人は。まあ M リーガーは知らんけど。普通のネットマーチャンとか普通の人はここで転売します。はい。これは何や。ああ、まあまあ、シゴロバックね。まあ、このチーテンはいいね。どっちみちサブロスを振りてんだから。まあ、これもまあ、絶対取るけど。はい、いいですね。なんだ、上がんのか。はい。下手な手順で上がっていく。はい、そしてこれもいいね、ドラ3万。はい、急走切る。チュン切りたいな。厄介潰したいな。まあ、2層切るような気がするけど。おお、ナイス。やっぱいい打牌くんな。これもやっぱもう単葉がもう確定してるから、先切りたいな。リアン層切りたくない。いいね。
さっきの酸素嘘はクソだったけど、はい、うん、まあまあダブトンなんで、まあ2層かトンか切る、うん、まあ、こっちはまあいいかな、はい、地層切る、ハク切る、チートイがシャンテンになったんかーい、はい、トン切る、うん、チーマンか、うん、まあ、うん、まあこれしゃあねえな、はい、ローマン切る、うん、え、余計なことばっかしとんな、途中までいるのに、こんなもん何も感じてローマンでよ、スーマンも一応受けあるしな、まあチーマンのとこか、チーマンのとこ、 7M のところクッキーなし、あ、チーマンのとこでね、ローピンとかウーソーね、うーん、うん、まあまあまあ、まああるけど、やっぱ、うん、まあこっちはしゃあねえ、やっぱカンちゃんだからな、ここがこいつがローマンだったらまあなあ、あるけどな、やめ、うん、チートより泣きたくない、うん、でもここやっぱカンちゃんだからね、チーマンだわ、うん、これに関してはここにローマンはマジでむずいけど、うん、うん、ね、うん、チートイも残したい、はい、でまあ、うん、まあまあ、うん、上かが絞らないから泣きやすいからね、はい、トップ目だった、まあただまあ他の人は読みやすいな、まあちょっとなんか序盤同じだけど、なんか途中からんって感じになるけど、まあまあまあ別に、まあ渡辺さんっていう期待度が上がってるからこうなってるけど、他の人が打ってたらうまいなって言ってるような気はする、はい、とにかくでトップ目で、はい、イーマン切る、序盤の手組がいいな、とにかくな、はい、パーピン切る、初なんだ、うん、まあまあまあ、うん、まあ、うん、おう、親か。まあ、いいピンか、3万か切る。9万か。うん、まあまあまあ、別にこれは、手配もそんな良くないしね。はい、10万切る。うん、なんか、4等1になってきたな。はい、ロースを切る。うん、まあもちろんいいんだけど、単ヤオでね、仕掛けれるからね。うん。E ピットシャア全部来てるか。やっぱ、エムリガーっぽくねえな。うん、これに関しては、いいっすね。いいな。いいね。うん。ドラ重なった瞬間にもう E ピットシャア全部来て4枚。単ヤオまで見ていく。うん。まあ、俺はここでチートイシャンってなってるけど。はい。うん、まあ。はい。うん、ちょっともう順目深すぎるけど、シャーか。まあまあ、パーソーが安全か。全体な。まあ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 。うん。いいと思う。いいね、うん、いいなぎだ、うん、うん、まあ、ローピンだね、はい、あ、素晴らしい、まあ、中筋数層とかね、うん、あるんだけど、うん、うん、チーして数層切る、はい、はい、何曲、ペイチャドラガパーマン、うん、ペイアンコーいいね、はい、トンキル、あー、そうだね、本一まで見てね、うん、いいと思います、19残り最後ぐらい、うん、いいよいいよ、はい、パーソーキル、
あ、切らない。あ、やっぱ、孤立の28は残すんか。普段 M リーガー見てるからこそ、俺の感覚も、やっぱお金 M リーガーだとイーソー切ってこの手順だと、まあパースを切るもんな。うん。悪くないな。うん。いや、やっぱ多分これもな、他の M リーガー見てるから俺が、はい、パースを切るとか言うんだけど、イーソー切った人はパースを切るから。でもやっぱ確かに自分でもこの手順同じかもな。孤立の19は切るけど、28は切らんかもな。いいな。うん、いいな。いい、うん。うん、まあ、パーソーかな。うん、これはパーソーか。はい。まあまあ、チューンか、3ピンかローピン。うん、チューン。流したいの。うん、そうだね。そうそうそう。そもそもがトップ目だから、だから俺はまあ第一だからトン切ってる。もうどんなターツでも逃したくない。曲流したい。うん。はい。9万切って。うん。え、これはいいかな。ベタ折りで。ちょっと自分ならどうするかでマジで見よう。ちょっと今週最後だしな。今日はもうこれで終わりだから、ちょっとマジでちゃんと見よう。よし、渡辺さんの場合はな、普通の M リーガーみたいに。むしろ、本当は見やすいはずなのに。よし、ちゃんと見よう。これ手配悪い。トップ取りだろ？トップ取りな。ごめんなさい。うん、急走でもいいかな。ここはまっすぐペーとまでは言わんな。え、急走切る。あ、ペーか。あー。まあ、まあ、きついけど2枚切れたからな、ペーがな。縦受けとかもないしな。うん。いいと思います。はい。ちょっと待って、ちょっとだな、これ、ごめん、ちょっとね、ちょっと本当に自分ならで考えよう。そうじゃないとダメだ。むしろ変なことになっちゃうわ。この手で、下茶とトイメンは割と近い。トーンか。あ、トーン、そんな親の厄介切ってもね、あんま効果ないんでね。みんながそればっかやってるから、なんか、それ染まっちゃうだけで。親のダブドの先切りとか、これもね、親のポン、うん。ないない、そんな効果。ちょっと待てよ。これはまあ、カンチャンしかない。カンチャンとにやめて打つ。うん、トン。ちょっとこれマジで。多分自分ならどうするかですごい打ちそうだから。俺が適当にこれ切る言って、渡辺さんが切った打牌で、あ、やっぱ俺もこれだわって、マジで、なんか、一番嫌だから、その流れ。はい、これリャンマー重なった。ここで4トイツか。うん、急走。うん、まあ。うん、ナンバー？うん、ナンバー俺分かってるよ。うん。ダブントンではないの分かってるよ。はい。パーマ。ヤンピン。急走切る。うん、これは急走しかない。うん、まあ、リチャーしたら、降りていく。はい、何曲しちゃドラ急走。うん、手が悪いな。はい、キューピン切る。急走切る。俺は急走しか切らん。渡辺さんも急走切るやろ。ドラ早く切ってたもんな。はい、急走切る。まあちょっと手配悪すぎて、だけど、安い手でも流したいから、
まあ、薬剤見て急須切りたいな。はい、急須で。はい、急須切る。急須切る。切るんかい。うん、よかった。ポンされて最悪やな。ここで急須切ってたらね、ポンされてないかもしれんけどね。後に元から。はい、シャー切る。パスを切る。あ、うまんか。うん、まあまあまあ。まあ、まあ、まあ、いいと思います。まあ見てみ、まあ別に、まあ別に結果論、そうでも違ってもまあ、本当の結果論やしね。はい。まあこれはまあちょっと、もう、守備でね、ダブル切った、詰まられた、最悪。あ、てかあれやん。これ堀さんだからさっき見たやつや。まあ俺がここで2巡目に切ったら、まあポンされてはなかったな。こんな。ん？あれで6オール。いや、わからんな。されてるかもな。これは。されてるかもな。あれで6オール。うん。3色ドラゴ。はい、次の曲いく。はい、シャーチャードラ、チューン。ちょっと6000オール積もられたから、まあ、2着狙いみたいな感じでいいかな。はい、とりあえずペイトン切っていく。あ、ごめん、初2枚入れた。うん。まあ、これは本質強く見る。あ、数々いってきたか。まあ、丁寧に2枚入れ何切るか、もういいピン切っちゃうか。なんかな。あ、いいピンか。あ、こっから堀さん長いのか。もう2時超えちゃったわ。あー、門限超えちゃった。あ、手が悪い。ちょっとこれも、ちょっと早く行こうも。はい、イーソーが結構安全なの残していく。いつ見る。あー、これダメだったなー。今週最後。いや、マジでしんどくなっちゃったなー、これ。やばいなぁ。マジ2年前思い出したわ。やば。うわ。これ俺やばいやばいやばい。いやマジでやばい。ちょっと、ほんとリフレッシュできてよかったわ。明日から。はい、これはもうまた良くないなぁ。はい、ちょっと。まあ、三万勝ち負かに遊びる。まあ、今一枚切るのどうぐらい切るか。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。うわ、マジでダメだ、これ。なんか冷やせてきた、マジで。じゃあ、麻雀でってよりね、この麻雀によってこうなってる自分にってことね。別に渡辺さんの麻雀見て冷やせ出てきたわけじゃなくて、この麻雀を見てこうなってる自分に冷やせ出てくるんだよな、ほんとに。はい、これはいいね。はい、普通に。うん、はい、普通に。マジで麻雀つまんな。俺なんでこんなことやったんや、毎日毎日。誰が勝ってもどうでもええしな、マジで。マジでどうでもええしな。やば、やばいやばい、ちゃいちゃいちゃい、どうでもええ。じゃあ俺はこの M リーグ検討をやって、今、メインのね。ちょっと立つか。ちょっと背中気持ちきて、マジで。名古屋湿気あって暑いですか？いや、そんな変わらんちゃう？真夏とかはあれかもしれんけど。もう涼しくなったよ、だいぶ。はい、ちょっと待って。しんどい、マジ。いやいや、かっこよくてもダメ。しんどい。いや、違う違う、かっこよくない。ラス前なんちゃドラが、3着欲しいの ?3 着欲しい。この曲の中田さん見て欲しい。この曲、中田さんも見た。もう検討動画上がってる。はい、タック坊さんいらっしゃい。
あ、初コメか。ありがとう。ぜひコメントしてください。気軽にね。そんな感じで気軽にコメントしてください。あ、まあこれはちょっと点数、3着になっちゃったんで、スーピン切るんだ。ギャンピンが3枚切れたからスーピン切りか。それパンパンにし、パンパンに行った、パンパンにしか行ったことないからわからん。これは何ダブなんか一応。はい、オラス、ジボンヤ。まあこれはまあ、カミチャの中田さんめちゃ離れてるし、まっすぐ行くだけ。ちょっと待ってね、これどうなったのこれ。そんな種類見なくてもいいよな。カミチャとめちゃ離れてる。ただカミチャ親。スーピンか。まあ、まあ、ソーズの馬強がいいとかなのかな。はい、はい、オラス、まっすぐ行くだけの話なんで、初瞬切る。あ、かなり強くちゃんと見るのか。ちょっと来たことないか分からんもん。別に小さかったってな、ファーソー9層とかいっぱい引いてきたら嬉しいしな。まあ、ただまあ、次に、19時配重なった瞬間にね、ちゃんとの立つ整うから、それをどこまで見るかっていうのがね、難しいけど。まあ、自配しか来たことないで分からん。ね、あ、ミックさん、パーソーね。うん、あれね。1、3、5、6、8ね。はい、まあこれまっすぐ行くだけなんで。しゃないか。うん。ウビロビしかないか。まあ、こらえて、ギャンマン3万っていうのは、まあ一応選択肢としてあるけどな。一数チーマンがな、あるもんな。まあまあまあ。しゃない、ね。はい。じゃあ、そんな感じでした。あー、終わり。あー。うん、そうそう、チーピンポンされてるし、ウーピンはケアできないね。ウーピンがマジだもん。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。うん。はーい。あー、いいか。終わるか。とりあえず、渡辺さんね。まあ、第一してるけど、なんかちょっとよしよしょ。やっぱちょっとマージャンな。あー、これ。はい、終わりだね。はい、じゃあ今週動画の人もありがとうございます。いつも動画見ていただいてありがとうございます。はい、もしお時間あればね、ぜひ、配信来てね、コメントもしてみてください。はい、じゃあそんな感じで、今週のね、おめりが終わってきます。はい、じゃあちょっと私出かけますんで、月曜はまあ、なるべく早く帰ってきて、エミリー・ウィケントやるつもりですけど、もしかしたら月曜は休むということもあるかもしれん。急遽予定入ったりしてね。はい、じゃあそんな感じでした。どうもありがとうございました。今週もお疲れで。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。